はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今田んぼに来てます。で、見てご覧になって分かりますように、かなり稲刈りが残ってます。で、これ何の稲なのっていうとね、販売、人間がね食べる米ではなくて飼料用米ってい う米です。で、今ね農家の場合はですね、耕作面積の半分近くね、休耕、転作してます。転作ってのは何かっていうとね、日本国中の、田んぼに全部稲を植えてしまいますとお米が余って、値段が暴落すると。それを防ぐためにに自主的に米の生産量を調整しているというのが生産調整です。で、生産調整でね、例えば、この地区に100ヘクタールありますと。で、50ヘクタール、食べる米を作って、あとの50ヘクタールは違うものを作ってねって言っても、田んぼなので、なかなかね、他の作物を作るっていうのはね、非常に厳しいです。で、いろいろ考えて、じゃあ田んぼに米を作っちゃいましょうと。でもその代わりその米は、ご飯として、食べるための米ではなくて家畜の餌として、農協に売り渡してくださいと、いうことで、転作田に本来は米以外のものを作らなくてはいけない田んぼに、稲を作ってね、これはご飯用の米ではありません、家畜の餌を作ってますということでね、やっているのが現状です。で、上賀茂ファームの場合は、約30ヘクタールやっていて、3分の1、10ヘクタールが、販売ですね、人間が食べる、米です。で、残り20ヘクタールが飼料用米です。ですから3分の2が飼料用米っていうことになります。あの車、大丈夫、今ねちょっと画面の左手の方から車来たんですけど大丈夫ですね。まっすぐ来ないで、はい、そんなところでね、まあどこの地域もほぼほぼ同じだと思うんだよね。で、農協さんとしては販売ですね、販売を作っても売れないから、だったらなるべく売りやすい飼料用米を作ってちょうだいねっていうのが本音みたいです。ですから一部のね YouTuber の方が食料危機来るよなんていうねちょっと物騒な話してるんですが、お米に関しては、もう全部作っちゃうと2年分ぐらいね作れるくらいの生産能力はあります。まあ中山間地もね含めるともっとあるのかな、まあ多分平場だけでもかなりの生産能力がありますということでね、今回なんでこんな動画作ったかっていうとね、食料危機はちょっと今の現状ではありえないです、だから、肥料とか農薬がなくなって、自然栽培に近い、形になっても米はそこそこ取れます。無肥料でもそこそこは取れますということでね、私が生まれた昭和30年代は、ご飯と味噌汁と、漬物そんなものしか食べるものなかったんでね、今のようにハンバーガーだとかフライドチキンなんてのはありませんからね、それでも人間は生きていけますので、質さえね、贅沢しなければ量的にはもう賄う日本国民を賄うだけの生産能力がありますのでね、はい、食料危機になるっていうのは誰が言い始まっちゃったんかなと思うんですけどねまあそういうことは、ないと思っております。はい、そういうことで、お付き合いありがとうございました。